い、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ秋田県の男鹿市やってきております。男鹿市という感じです。ここは生ハゲね、秋田といえば生ハゲですけど、ここ男鹿が発祥ということで、ちょっと行きましょうかね。悪い子はいねえかみたいな感じですよね。泣く子はいねがみたいな訛りですよね。行きましょう。何もない道をずっと走ってきたら、めちゃくちゃでかい生ハゲに出会いました。秋田といえば、生ハゲなんですけど、この男鹿が多分ね、発祥ということで、これすごいね、これ泣くぞ、泣く子はいねえかって泣くぞこれは。一度だけ男鹿やってきました。男鹿あれっていう場所、入り口にもう生ハゲが入るとね、お土産コーナーに生ハゲが売ってるんですよ。生ハゲ2万円、どうですか皆さん。2万円は厳しいなと思ったら、こっちの魔除けも2000円もありますよ。このね、男鹿市の会社が男鹿産のね、ベニズワイガニを出してるんですよ。でこうやって道の駅でも売ってたりして、めっちゃ色鮮やかだね。しかも驚くべきなのこの価格だよね。1袋1480円税込みですよ。これで1480円で、これ2杯4 3杯入ってる。これ車止めたとこからは絶対見えないところにありました、ゴジラ岩。あれですよ皆さん、目に焼き付けてください。で多分方角があっちが西なんで、夕日がね沈む時にゴジラの口にちょうどね、角度によってはここに夕日が来るっていう、美しい写真も撮れるっていうところですね。夕日は今日は多分曇りなんであれですけど、晴れてる時はぜひ。いいね。はい、ということで男鹿市散歩させていただきました。やっぱり生ハゲが一番インパクトありますよね、この市は。そして、男鹿半島っていうぐらいですからね、半島になっていて、で漁獲ね、魚がよく取れる地域ということで、食料も、ね、かなり豊富でしたね、スーパーっていうか道の駅の中は。はい、ということでありがとうございました。